Bro. ござる。 恐れるものは何もない。
終わりです。優等戦これで終わりです。優等戦優勝戦優勝戦優勝戦これで終わりです。優勝戦優勝戦はっはっはっ優勝戦。人斬りは死ぬまで人斬りなのか。人を殺める強さなどもう必要ござらん。優勝戦優勝戦Thank you.
随分と心配かけたようじゃな。すまん。日村君、頼み事を一つ聞いてくれんか。頼み事とは他ならぬ青氏のこと。あれはもともと悪い男ではない。幼少から見てきたわしが一番分かっておる。仲間に慕われ敬愛された青氏じゃが、最強の二文字に取りつかれ善悪の見境も捨てたあの男はもはや修羅、わしの手では止められん。頼む日村君、篠森青氏を君の手で殺してくれ。君の殺さずの誓いは重々承知じゃ。じゃが今の青氏を倒せる者は他におらん。修羅に残された安息の地はもはや死のみ。終わりにしてやることが唯一の救いなんじゃ。青氏はまだ修羅になってはござらん。もし本当に修羅となり果てて技を繰り出していたのなら、沖名殿は今頃墓の下にいておかしくないはず。おそらく無意識の一瞬の手加減でござろう。それはまだ青氏が人である証拠。たとえ体が修羅に支配されたとしても、拙者は人であろうとする心の方を信じるでござる。青氏の安息の地は死ではござらん。ここにある。拙者は青氏をここに連れて帰る。日村君。あれ、やだな。よかったね、ミサオちゃん。
剣心、斎藤から伝言だ。獅子雄との決闘、出発は明日の朝。日村君、青獅のことよろしく頼む。
優勝戦、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 天蜜剣流渦流戦、登場は無用でござる。恐れるものは何もない。まだ死ぬわけにはいかない。優勝戦、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 恐れるものは何もない。まだ死ぬわけにはいかない。すごいってもんじゃねえ。優勝戦、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 もんじゃねえ。うわ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 、恐れるものは何もない。まだ死ぬわけにはいかない。強いってもんじゃねえ。優勝戦、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 恐れるものは何もない。